じゃあ始めちゃうよ。はい。窓開いてるから本番っぽくないけど本番始めます。はい。コーナー負けたからな。その話だな、とりあえず。いやー、興南高校惜しかったっすね。はい、もう第100回甲子園、まあ対戦相手の木更津総合の方が一枚上手だったという感じですかね。はあ、惜しい場面たくさんあったと思うんですけどね。はあ、それでは聞いてください。森山直太朗で夏の終わり。すごい、すごい走り方。一応かけんけどよ。皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、イラミの正規です。いやー、興南高校惜しかったぜ。本当にね、惜しい場面たくさんあったと思うんですけど、もうそのあたりはもう野球評論家の皆さんにいろいろお任せするとして、とりあえず、お疲れ様でした。ナイスゲーム、惜しかったですね。なんかね、こう甲子園代表校が勝ち進むと、なんか次の試合いつだとか、なんかこう楽しみも あるんですけど、まあまあ、とにもかくにも、まあ、お疲れ様でしたっていう感じでございます。はい。まあ、っていうか天気悪いっすね、今日ね、宜野湾市。朝からめっちゃ雨降ってる気がするんですけれども、ドライバーの皆さんいかがですかね。今、道路走ってる皆さんも、なんか電気をねつけて、ヘッドライトつけて走られてる車随分多いように見受けられますけれども、まあ、一つこの後も安全運転でよろしくお願いしたいと思います。さあ、この番組はゲストとともにお話ししながら小ネタにできるようなさまざまなランキングを紹介していく情報バラエティ番組です。昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみください。この番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではツイキャスやユーストリーム、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。少しラジオの電波が悪いなと思われる方はお手元にネット環境があれば、FM ギノワンのホームページより覗いてみてくださいね。さあ、コーナー負けましたけれども、まだまだ沖縄の暑い夏続いていきそうです。今週オープニングはワンオクロックで完全感覚ドリーマー。オープニングが全てですか。あ、もうやることはないです。さあ、スプリームさんもありがとうございます。ゲストさんこんにちは。今日もこの時間が来てしまいましたね、1週間お待たせいたしました。ありがとうございます。ただいま車運転中ですので滑らないトーク、いや眠くの時間帯滑るトークを楽しみます。はいはい、わかります。もう滑るのは今日のゲストが得意ですから、今日も全部森谷に任せて、やっていきたいと思います。昨日よく見ていただいて、僕の番組も来てくれるんですけど、たまに小座とかも顔出してくれて、ああそうなんですか。まあ暇人です。ああ言ったらそうです。よっしゃ、じゃあそろそろ試合行くね。はい。さあ、お送りしたのはワンオクロックで完全感覚ドリーマーでした。昼からイブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝い、リノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット。
創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工。ヘアカラーとヘッドスパの店、那覇市式など美容室、オンリーワンスタイル、マリーゴールド、以上各社の提供でお送りします。リノベーションのことならラフィット、空間デザインのこともラフィット、資金計画もやっぱりラフィット。住まいが変わると笑顔が増える、あなたの暮らしをトータルでサポートします。住んで感じる、暮らしてわかる、新しい住まいの形。詳しくはリノベーションラフィットで検索。より迅速、より正確、より発展をモットーに、建築可能な加工やステンレス製品加工はもちろん、最新プラズマ切断機の導入により多種多様な形状に鉄板を切断できるようになりました。これからも地域に根ざした会社を作っていきます。まずはウェブで検索、カタカナで玉木、有限会社玉木鉄工。またプリンになってるよ、せっかく染めるならマリーゴールドは自分だけのカラーアレンジでヘッドスパもできるよね、店長。落ち着いた雰囲気で男性の皆さんにも喜んでもらってます。髪で気分を変えよう。お問い合わせは 851-5318。 松井くもやってます。オンリーワンスタイルマリーゴールド。改めましてこんにちは、昼からイブニング、イラメナセイキです。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。宜野湾市のですね、展示スペースピンナップより許田守屋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーナー、ようこそ FM 宜野湾へ。ありがとうございます。今日はお世話になります。こちらこそよろしくお願いしたいと思います。ます FM 宜野湾は、何回目ですか。2回目ですね、はいはい。サザンブリーズさんっていう、うんうんうん、まあ、番組に出た、あの、出させていただいて、ね、その時もそうです、うん、ここのスタジオではなくて、あのトロピカルビーチ の、 あの海でやった。そうそうです。だからここで出るのは初めてで。あ、スタジオは初めてなので、ね、はい、スタジオは初めてですね。あ、なるほど、ようこそでございます、はいはい、ありがとうございます、まあ、あの今日は天気が悪いのであれですけど、普段は晴れてたら結構景色いいんですよ、ここやっぱ。乱っぽいですよね、もう海見えますもんね、うん、ここ海も見えるし、夜になったら、あの、茶壇の夜景も一望できるので。ですね、位置的に、はい、全然ぜひ夜もデートで遊びに来てください。そうそうですね、誰かいますんで。はい、誰か、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ピンナップもう有名どころです。そうですか、はい、ありがとうございます。もうなんていうか、それこそ SNS だったり、宜野湾のことを少し興味ある方だったらもう聞いたことある方ほとんどだと思いますけれども、そこのオーナーということで、どのぐらいですか、ピンナップ。あ、ていうか、まずピンナップって何からちょっと始めましょうか。はい、ピンナップは、アートギャラリーですね。アートギャラリー、はい、うんうん、基本貸しスペースでやっていて、まあ、いろんな絵描きさんとか写真家の方とか、うんうん、まあ、陶芸家のとか染色家の方を呼んで、うん、まあ、いろんなアーティストを呼んで、まあ、展示をお願いするっていうギャラリーになってます。僕さっき紹介するときに展示スペースなんて言っちゃいましたけど、はい、なんかね、言いながらそれでいいのかなっていう感覚は一応あったんですよ。あ、一応、はい、まあ、ギャラリー自体が、まあ、そういう感じなんで、はい、場所が非常になんていうかユニークな場所というか、僕的には面白いところに作ったなと思ってるんですけど、はい、宜野湾市前原 の、 はいはい、通称、まあ、新町と呼ばれてる場所ではい、はい、やってるんですけど、まあ、今も、まあ、ほぼゴーストタウン化してて、うん、で、まあ、うちのギャラリー、まあ、ピンナップっていうんですけど、ピンナップと、うん、そのもう一つ、おしゃれなバーがあるんですけど、コムプレスさんっていう、あ、そうなんだ、その2店舗で今、まあ、この新町を、まあ、このゴーストタウンをちょっと盛り上げようと今頑張ってるとこですね。いい場所なんですよね。宜野湾の方々もそうでない方も、近隣の方もですね、随分、思い入れのある場所だとは思うんですよ、いろんな意味で。そうですね、はい、久しぶりに行ったけどちょっと分かんなかったですね、僕も、はい。まあ、入り口こそ分かるけど、そうですね、中入っちゃうと、あれ、ピンナップどこだっけなみたいな感じなんですよ、はい、なんか、新町自体とても詳しかったら、新町を外周すると、はいはいはい、青い建物がありますので、それで、まあ、まあ、新町をよく詳しい方には、まあ、それだけ言うと、まあ、伝わるんですけど、外周、はい、そう、外周すると青い建物が見えるので、それでって伝わるんですけど、まあ、難しい場合ですと、まあ、まあ、大蛇な交差点からこう、うんうん、前原向けに上がると、はい、まあ、ステーションっていうパチンコ屋さんがありますので、うんうんうん、そこの、まあ、そこの手前の道をですね、曲がっていただいて、でそこを突き当たると、また突き当たると左曲がっていただくと、
もうそこからまっすぐ行くともう青い建物が見えますので、うん、そういった形目立つよね。目立ちますね。さっき森はもうそのゴーストタウン化してるって言ってたけど、はい、確かに、まあ、ほとんど昼間は人通りないところで、そうですね、そこにこの真っ青なこのピンナップの看板というか外壁が見えると、はい、あここだってすぐ分かりは一応するっちゃするよね。はい、そうですね、まあ視界に入ればもうすぐ分かると思います。はい、はい、さあそんなピンナップですけれども、はい、いろいろなこう、まあ、展示もそうですけれども、あのイベント催し物されていると思いますが、はい、中でも最近もう沖縄をもう一つブームになってんじゃないかと僕は思ってますけれどもそうかもしれないですね。おっぱい展、はい、おっぱい展、はい、これも去年もう開いて、で今回、8月1日にあとおっぱいの日から、まあ、おっぱい展2っていうその個展を開いてもらってですね、はい、なんでおっぱいなって思う。そうですね、あのから一応今朝なんかその FM ギロワさんの番組にもこのあのゲスト出演したばっからしいんですけど、はいはい、まあ、力山猫さんっていうおっぱい写真家の方がいらして、ね、で彼もそのおっぱいを撮るためだけに写真家になったんですね。いや本当不思議な人と僕お会いしたことないですけど、はい、あそうです、来ていただいた時たまたまそうそういなくてそうです、ね、あれだったんですけど、はい、いやおっぱい展示展はものすごく見応えあって、はい、面白かったんですよ僕的には。 ありがとうございます。多分行った人みんなそう思ってると思うんですけど、やっぱみんな楽しかったとか、あと SNS で上げてくれたりとか、やっぱり反響は一番強いですね、この場でやってきた個展の中でも。やっぱりネタ的にも強いんだ、うん、強いですね。もうネーミングが強いですからねおっぱい写真家とかおっぱいとか、まあ、はい、思わず笑っちゃうようなその展示物もあったりまた中に入るとね、なんかね最初僕笑って見てたんですけど写真とか、はいはいはい、中にはね、あはーってなんかちょっとね真面目に見ちゃうような写真なんかも何枚もあったりして、そうですね、極力そのエロスを排除するように本当に努力して撮ってるんで、そうそうそう、はい、なんかすごい伝わるもの多かったですけど、でその写真以外のその入り口になったの物販とかにちょっとお笑い要素を入れたりとか、はいはい、サイコロとおっぱいを掛け合わせたパイコロとか、あと絶対出ないか、マーちゃんとまあ、おっぱいを重ねたマージャンパイとか、そう、あとありました、ね、あとおっぱい仮面があったり、おっぱい箸置きがあったりとか、乳房もあって、そうです。乳房楽しかった、ね。あれも、まあ、ワークショップまでやったっていう、そうなんですけど、そうあ、マジで。そうですそうです。で、で毎年、まあ、去年もやったんですけど、はいはい、8月1日初日、うん、はもう毎回恒例のブラジャーカットによるそれも見たんだわ俺なんか、まあ、SNS で。そうですね、今回、まあ、去年も今年も、はい、でしかもいつもそのブラジャーどこかから送られてくるんですよ、私のブラジャー使ってくださいってことで提供されるの。提供されて、そうです、熱狂的なおっぱい店ファンが、まあ、山猫ファンなのか分かんないですけど、はい、ファンも多い個展ですね、はい、いや驚いたのが、はい、今回2回目じゃないですか、おっぱい店2ということでやらせていただいたらしいですけど、はいはい、去年よりも今年の入場者数が多かったよね。はい、去年も650名の皆様にお越しいただいて多いんだ、で今年もその去年の100人プラス、750名お越しいただいてで来年はパイにちなんで810名目指してるんですけどプラス100は望まないです、望まないです、プラス80ぐらいでとか、そうです いけると思うわ。いやだってまあ、ぶっちゃけその僕も冒頭に触れましたけど、はい、そのピンナップの場所が分かりにくいという中で、はい、750名もこの期間どのぐらいやってたの。まあ8日間で毎年まあやってるんですけど、ファイナルチャンスっていうアンコール展があって、どうしても来れなかった人の向けのそれファイナル言いたいがためにやるみたいな、まあ、そうそうです、そう、まあ、だもう半分以上それですね、はい、あってで、まあ、今年もそれも設けて、まあ、去年もですね、で、はい、まあ、それでそれも合わせてまあ750ということで、そうです、だからそのまあまあそのファイナルチャンス2日間加えても10日足らずぐらいですわ、だから10日ぐらいで10日で750人来てるんだよ、750人、はい、お越しいただきました。しかも無料じゃないですもんね、これもまたパイにちなんで810円なんですけど、だから810円を言いたいがために、そうそうそう、有料にしてるだけで、それだけです、はい、もう、はい、別にね、もういいんですよそれは。そうです、でまあ、8月1日おっぱいの日から終わる日も、まあ、通常の日程が8月8日まで、このパイ日なんで、で終わる時間も、1時から夜の8時10分までで、言いたいがためにやってる、言いたいだけです。
まあ、まあ、こだわりに凝ってって感じですね。凝ってるってこと、はいはいはい、そのまあその森谷とその力山猫さんのこだわりが恐ろしい展示会ですけど、はい、まあ、力さんもそのオープン当初からまあ声かけてて力さんには、はいはい、で、まあ、力さんもお会いした時はもうおっぱい写真家はもう初めてて、うん、ある程度まとまってきて、もうあとは場所だけって時にお会いしたんですね。でタイミングよくて、で力さんも力さんで、まあ、新町って面白すぎだろってことでそのもうバッチだと思って、で今もう2年連続やらせていただいて、で来年も2019年8月1日よりおっぱい展3を開催予定です。もう来年の予定も決まってるっていうこと、はいはい、よろしくお願いします。あの多分人増えると思うんで、はい、810超えてくると思いますけど、はい、来年は一応まあ、おっぱい選挙カーを作るのを目指してたんです。いろいろ遊びすぎ遊びすぎです、ね、すぎす、はい、まあいいですけど、あでもただね、はい、本当にいろんな人が駆けつけてくれて、はい、展示物の中にも県内で活躍されてるタレントさん の直筆の書があったりとか、はいはい、父の書ですね、父の書があったりとかしましたけれど、はい、驚きましたけれど、はい、まあなんか見ても体感しても楽しめるそんなおっぱい展、また来年まで待たないといけないっていうちょっと残念な感じはありますけれども、はい、ただしピンナップではいろいろな、また催し物、はい、これからも用意しているということで、はい、そちらの方にも後半は触れていきたいと思うんですが、はい、まずはこちらのコーナー行ってからにしたいと思います、はい、昼からランキング、昼からランキング、この時間は誰かに話したくなるようなさまざまなランキングをご紹介していくコーナーでございます。今日は森谷来てくれてるんで、一緒にいろいろとやりながらできればと思ってますんで、はい、お付き合いよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、いろいろと何この組食べ組み合わせ食べ合わせっていうんですか、はい、それのランキングでございます。なんか最近聞いた話によるとラーメンにプリンを入れると美味しい。本当ですか？考えられないと。ラーメン食ってプリン食った方がうまいと思う。あ、そうそうそう。デザートデザートそうそうそうと思うんですけど、はい、プリンが入ることで味がまろやかになるのはもちろん、プリン独特の深みがラーメンにプラスされて濃厚なラーメンになりますせという、耳を疑うような情報ですけど、まあ、そんな中でいろいろ食べ合わせでこんな味になるよっていうのもあって、はい、例えばカレーにプリン、またプリンですけど、カレーとプリン一緒に食べたらカステラの味がするらしいっていう。はあ、なるんですか？絶対別がいい。そうです、ね、カレー食った後でプリン食った方が美味しい。そうですね、まあ、そんなランキングをちょっと5位から発表していきたいと思います。5位は、じゃあベスト5なんです。ベスト5、ああ第5位、ナンバー4、はい、またプリン最強ですね。プリンとソースでとんかつになるそうです。そうプリンそんな万能なんですね。プリンあれば大体なんかこういけるっつう。はいはい、とんかつは好きだけど、はい、プリンとソースではちょっと味わいたくはないな。これプリンネタが多いのはなんかこの台風の名前がプリンだったからって、それ関係ないですよね。たまたまですよ。決してそんなピンナップみたいな遊びは入れてない。そうです、ちょっと狙ってないですね。そう、あなたたちだけなんです。そうです、すみません。いや、いいんです。どんどん参りたいと思います、はいはい、第4位、はい、はい、第4位、これはもう絶対やりたくないですけど、イカの塩辛に生クリームを一緒に食べるといちごのショートケーキになるらしい。ならないですよ。ならないです。これ第4位にしてならないです。はい、ならないですよ。これ何じゃ、なんだ、本当に言えるんですか、それ組み合わせで食べたら。分かんないですけど、いちごがまずいないですから。そうですね。うわー、もうすごいですね。誰考えたんだろうらしいんですよ。うん、恐ろしいことです。恐ろしいですね。ベスト食べ合わせ店いつかやってください。あ、ですよね。どっかそっかで、はい、考えてやります。まだ企画。じゃあ第3位、はい、ナンバー3、どんどん心配になってきますけど、第3位、かっぱえびせんとマヨネーズ、これ一緒に食べるとエビフライになります。まあ、エビフライは分かんないですけど、うん、まだでもありですかね。これはでもちょっと、そうですね、安心感はある。まだ安心感ありますね。まだ最悪マヨネーズめっちゃかけてマヨネーズだけの味とかなんかそう。そういうなんか なんだろう、ね、なんとかなりそうな味ですけど。そうですね、ちょっとかっぱえびせんっていうところも安心感はある。はい、そうですね、はい、これは第3位で、はい、第2位いきましょう。第2位、ナンバー2、はい、第2位ですね、麦茶に
サイダーを混ぜて飲むとビールの味になりますっていう。これ、はい、今日持ってきてます。あ、そうなんですか。あ、こういうコーナーなんですか。そうです。実際やってみるのは初めてです。あ、そうなんですか。いや、なんか光栄ですね。手元に麦茶と、はい、このサイダーありますんで、はい、ちょっとどのぐらいの割合でいったらいいのかちょっと分かんないですけど、はい、まあ、まずは5合ぐらいで、はい、ちょっとビールの味になる予定ですよね。ビールの味っていうかビールです。あ、ビールだ、ビールです。ちょっと少なめでいきますよ、はい。どうなるんですかね、食べ合わせ。モリは嫌いな食べ物とかある？あ、小食ではあるんですけど、ただ嫌いなものはないですね。何でも割と何でもいける、いけちゃいます。じゃあこのビールサイダーのあ、ビールサイダーちゃうわ。ビールサイダーって言ってないじゃん、絶対。ダメだ、もう信じてないから俺。いや、そう、紹介してる俺が信じてない。はい、じゃあ今55で、はい、ちょっと割ってますんで、はい、はい、第2位はこの麦茶とサイダーを混ぜるとビールになるっていうことでございますけど、はい、じゃあ僕も試させていただきます。じゃあせーのでいただきますね。はい、じゃあいただきます。あー、なんか、いや、なっいや、なんか、なってないっすね。ただ、強いて言えば、ノンアルビールに近いですね。なんか、全然ビール、なんか、あまり美味しくないノンアルビールの、なんか、安いなんかノンアルビールみたいな。出た当初のノンアルビール。そうそうそう、そう感じがしますね。そうそうそう。そうです、感じですね。20年前のノンアルビールの味ですね、うん、これね。ちょ、飲めなくはないですね。まあ、そうですね。いらっしゃいませっつってこれ出されたらびっくりするから。何ですかこれ、になるんですけど、下手したらもう行かないかもしれないですけど。まあ、なんとも言えない味です。ということで第2位はならないということで。よろしいですかね。はい、じゃあ第1位って言ったら心配です。第1位 No.1 はい、今日のランキングはですね、食べ合わせ、これとこれ合わせるとこんな味になりますよランキング第1位はですね、たくあんとホットミルク一緒に食べるとコーンスープになりますよ。いや、無理ありすぎる。無理無理無理。ミルクを温める時間あるんだったらコーンスープを作ろうという手です。だから、もう絶対悪いですよ。いや、びっくりしますけどね。どうやってすごいですね、たくあんコリコリしながらホットミルク飲むのかいっていう話。まあでもさすが1位ってとこですね。そうそう、恐ろしい結果になりましたけど、恐ろしい結果ですね。はい、以上昼からランキングのコーナーでした。はい、ということで、まあこんなコーナーもやりながらということでございますけれども、うん、さあ今日はですね、ピンナップより、今日は守屋オーナーに来ていただいておりますが、はい、さあ守屋、ピンナップではいろいろと催し物もこの後もバンバン予定していると思いますが、はい、直近の何かイベントがあれば教えてください。はい、8月の、24日から、25、26、3日間ですね、ブラジル3さんっていう方の、写真展、タイトルがトロピックを、開催します。でこの方が、まあ、うちで、まあ、3回目の個展となるんですけど、まあ、お世話になっている写真家で、まあ、基本、女性のポートレートを撮ってきたんですけど、うん、今回はまた、あまり他には公表してない4年間貯めてきたなんかその外国人の写真のポートレートとか、ね、で表紙実はこれ僕なんですけど、ですよね。そうです、黒塗りになっちゃってますけど、そうです、僕がモデルしたりとか、うん、まあ、あまり公表してなかったものを、まあ、今回展示するっていう、内容になってて、で彼が、まあ、去年シャガール展っていう大きいコンテストを、はいはいはい、まあ、受賞したり、入選したり、あと、まあ、朝日新聞でも、まあ、コンテストで、まあ、沖縄から2枠選ばれたりとか、まあ、勢いのある写真家の方ですね。で20年写真、まあ、趣味でなんですけどやってて、まあ、プロカメラマン以上な実力を持ってて、そうです、僕結構推薦したい作家さんです。すごいですね、沖縄は特にそうですけどカメラやられてる方すごく多いじゃないですか、はい、多いんですけどなかなかこうやって実績を持たれてる方っていうのは、はい、少ない、ちょっと少ないかもわかんないですね、はい、さあそのブラジル3っていうちょっと変わったネーミングの写真展、非常に気になるところですけれども、これいつからやるんですか。8月24日からですね、はいはいはい、から25、26日の3日間で3日間、初日だけが、夕方6時から夜11時
で、土日が、夕方4時から10時まで入場無料となってますので、よければお越しくださいませ、うん、はい、森はもともとモデルもやってるからね。そうですね、なんか久しぶりにこうやって写真で見るような気がしますけど、はい、もしかしたら皆さん街の何かフリーペーパーとかポスターなんかで森は見てると思うんで、はい、ピンナップ行ってあーっつってください。あーお願いします。あーっつったそう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 。さあ森、あっという間のちょっとお時間なんですけれども、改めて、ピンナップの場所、またピンナップ気になる方のためにちょっと問い合わせ先なんかもあれば教えてください。あ、はい、まあ、ピンナップですね、まあ、SNS もほとんどやってて、 Facebook、Twitter、Instagram ですね。でそこの、まあ、ピンナップ、まあ、ギノワンだったりピンナップギャラリーって売っていただくと、まあ、大抵出るんで、うんうん、まあ、そこで、まあ、問い合わせと、まあ、DM で送っていただくか、まあ、そうですね、まあ、ホームページもありますので、そこから、インフォっていうか問い合わせフォームで、まあ、なんか送信していただくと、まあ、コンタクト取れますので、ぜひ、うん、よろしくお願いします。はい、番組の中でもまたピンナップで行われるその写真展、はい、展示会なんかがあれば、はい、紹介していきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日のゲストはですね、ギノアジピンナップより京田守屋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、いろいろとこうギノワンもね、盛り上げるいろんなイベントがこの先もありますけれども、また番組通してね、いろいろご紹介できればなと思っております。さあ、食べ合わせはちょっと大変でしたけれどもね。さあ、あっという間のお時間です。昼からイブニング、お相手はイラミナ正規でした。それでは皆さん、良い午後を。